肩つる、ちょっと待って。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カッコカシュルンピーです。今回はこちらピタスポです。このピタスポのレビューというより僕のピタスポ愛っていうのをちょっとみんなに伝えていきたいなと思っております。で、このピタスポっていうのはついこの間ソフト99の方が来て、まあ新商品4つですね。タイヤホイールクリーナー、あとタイヤブラシ、あとタイヤワックス、それとこのピタスポ、これを持ってきて実際にちょっとレビューしてくださいということで、まあガチンコレビューっていうのをしました。で、その中のこのピタスポっていうのが新商品ではないんですよ。まあ新商品なんだけど新商品じゃないっていうか、要は復刻ですね。過去に販売されていました。何年前かな、5、6年、もっと前かな。で、僕はその頃からこのピタスポを愛用していて、で突然廃盤になっちゃったんです。なんでピタスポ廃盤なのっていうのを過去の動画でちょくちょく言っています。それぐらい僕はこのピタスポを愛用していました。で、そこから時が経ち、数年後僕いろんなものを使ってきました。そのタイヤワックスを塗るスポンジっていうのかな、まあ、そのタイヤワックスに付属されているものを含めていろいろ使ってきたんですが、正直このピタスポに勝るものにはまだ出会っておりません。で、ここで復活と、めちゃめちゃテンション上がっております。で、まあ、前回 の、 そのソフト99の方が来た時の動画でも、まあ、コメント欄で来たーっていうね、待ってましたーみたいな人結構いました。だから僕と同じ気持ちの人も世の中たくさんいる。で、実際にピタスポを使ったことありませんっていう人も結構います。で、まあ、そういった方にこのピタスポはなぜいいのか、なんで僕はこれを愛用しているのっていうところを今回伝えていけたらいいなと思っております。じゃあ、まあちょっと実際に近くで見てみますか。はい、そしたらこちらがピタスポですね。もうちょっと1個開けちゃったんですが、紙の部分をオープンにしてこう引っこ抜く、これだけで、ね、1つ取り出せます。で、元々は2個1セットでブリスターパックに入って売られていました。で、今は4つ入りですね。形がこんな感じです。こうスリットみたいなのが入っていて R になってます。この R になってる方、こっち側がスポンジになっています。反対側、こっち側もちょっとスポンジみたいになってるんですが結構硬い。で、タイヤワックスを塗るのはこっち側で、この R もちょうどいいと、持ち手のスポンジの硬さもちょうどいい。で、手のひらサイズですね、こんな感じです。なので、まあ持ちやすい、動かしやすい。で、スポンジがちょっと粗めなんです。これが柔らかすぎず硬すぎずきめ細かすぎず、またちょうどいいんですよね。そしたら、まあ実際にちょっと外に行って使ってみようかなと思います。はい、そしたらこのタイヤをちょっと使っていこうかなと思います。もうタイヤはね、軽く洗ってあって、あとタイヤワックスをちょっと塗るだけ。もう雪降らないだろうということでちょっと履き替え予定もあるので綺麗にしていこうと思います。じゃあ、まあこの角度の方が分かりやすいですかね。こんな感じですね。 R になってるのでもうタイヤにしっかりフィットしてくれます。で、これのいいところは、例えばまっすぐなやつ、こう平面のやつだと意外にこの中央真ん中部分しか当たってないんですよ。で、この上下ちょっと隙間できてるの分かりますかね。こうなると端の方が濡れてるようで濡れていない、均等に濡れにくいっていうのがあるので、まあ、こう R になってることで手早く全体を濡れるというのがまずいいところですね。あとはここ先端がちょっと尖っていますね。だからこのホイールとタイヤの隙間、この微妙なところ、ここもこう濡れる。で、タイヤによってはリムガードみたいなのがついてて、もっとこうボコッとこう隙間が大きくできてたりするんですよね。そういったタイヤとかは特に有効的です。それとこのスポンジの厚みがこの上と下で違うんですよ。下側の方が倍ぐらいの厚みがあります。で、上は半分ぐらいなんですよね。で、これがまたいいんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、例えばこの上側を塗りますってなった時に、僕はこういう風には塗らないんですよ。こっち側を使って塗りますっていうのも、この長い方はやっぱこの隙間とかにはかなり有効的なんですが、結構柔らかい、なのでしっかり圧をかけて塗れない、塗りづらい。そこでこの逆側にして厚みがあんまない方でしっかり塗っていく。こっちだとなんかフラフラする感じがあるんですよね。こっちの方がしっかり塗れるっていう感じですね。それちょっと実際塗っていきますか。で、タイヤワックス
こちらを使います。スワラスターのタイヤワックス、僕結構気に入って使ってるやつですね。鬼黒もね良かったんですが、まだ使い込んでいないので、まあ普段使ってるこのスワラスターのタイヤワックスでいきます。でこのピタスポはあくまでもスポンジなので、どのタイヤワックスにも基本的に使えると、相性がすごくいい。例えばブードゥライドのスプレータイプのタイヤワックス、そういうのでもピタスポかなり有効的です。タオルとかで塗り込んだりするよりかは、このピタスポ使った方がこの隙間とかまんべんなく塗ることができます。そしたら使っていきますね、はい、こんな感じですね。ちょっと垂れちゃうんですが、まあ、まんべんなく塗りたいので、上側と下側で、まあ、つけてあげた方がいいですね。で普段はまあ下の方から液が垂れやすいので塗っていくんですが、見やすいように上側でいきます。最初はこうポンポンとこうつけてあげる、まあ、この先端部分とかにもこのタイヤワックスをなじませてあげると、まあ、こう全体を塗りやすい。こう隙間にちょっと入れながら塗布していく。でこのスポンジ自体はかなりしっかりしているので、結構ガシガシいっちゃって大丈夫です。で足りなかったら、まあ、追加してあげてください。なんかまあ全体面を塗るときは、僕は厚みのない方を重点的に使いながらこう塗っていくことが多いですね。特にこういった細かい隙間のところ、こういうところだと細い方だと塗りにくかったりするので、この厚みない方で結構こうガシガシ塗っていっちゃいます。まあその耐久性がかなりあるので、ガシガシ使えるっていうのはすごくいいですね。これだけでもかなり綺麗に塗れたと思います。このスポンジがちょっときめ細かかったり柔らかすぎると、こういうところを塗り込んだ時にボロボロ剥がれちゃったりするんですよ、切れちゃったり。でそういうのがないっていうのもこのピタスポのいいところだし、あとあえて粗めに作ってあるので、こういう隙間も奥まで塗ることが可能です。続いてこの辺のちょっと複雑なところ塗ってみますね。こういうところガシガシいけるのいいね。普段だったら手が届きにくい部分なんですよ。タオルとかだとちょっと届かないけど、このピタスポがあればこの隙間しっかり入り込んでくれるんですよ。ここですね、この隙間にこの若干この入り込むこの感じでこう擦っていける。なのでこの奥までタイヤワックスを塗ることができる。あとはこの下側、この辺がやっぱ覗き込まないと見えなかったり、まあ適当にこうバーって塗った時に、こういう R 状のものじゃないと車を動かした時にちょっと濡れてない部分っていうのが、理想はね車を動かした方がまあいいんですが、まあ、R になっていることで入り込めるちょうどこの部分ですね、ここです。まっすぐのものだとしたら、まあ、こんな感じ隙間ができちゃいますね、濡れません。でまあちょっと斜めにしたところで隙間ができちゃうんですが、このピタスポだったらしっかりフィットしてこの辺も塗れる。実際塗ってみますか。まあ下側は、まあ、向きはこういうとんがってる部分を下にして塗っても全然 OK かな。で見えるところは反対側にしてしっかりこう塗布していく。でこういった隙間も白っぽくなっているので、こうフィットさせて塗ってあげる。で今こういう風に差し込んでかなりゴシゴシやってるんですが、壊れないんです。またいいよね、壊れないっていうのは。結構やっぱタイヤガシガシやりたいし、こういったちょっとしたこのボコボコでスポンジが破損することあるんですけど、ピタスポは頑丈と。これ分かるかな、かなりマニアックなこと言ってますよね。こんな感じで綺麗になります。あとこの辺ちょっとアップで見てみますか。この辺の細かいところね、ここも難なく塗れちゃいます。この中ね、表面しか塗れないことがあるんですよ。このひし形の中が茶色く残るケースがあるんですが、ここしっかり強めに圧をかけて塗布してあげれば、中も濡れちゃいます。これぐらいだったら濡れるとこないでしょ。これはね、ほんとスポンジのおかげ。
スポンジによってはやっぱいくら塗ってもこの中が塗れないこと結構あります。悪いところがないんですよね。ここもね、このギザギザも意外にこの表面だけがこう黒くなって中が茶色かったりすると目立っちゃうんですよね。なんか濡れてないなっていう感じがあるんですけど、ピタスポは頑丈なのでガシガシ塗れるし、まあ、こういうところも難なく塗れると。タイヤワックスはもう本当好みのものを使ってもらって、塗布するのにこのピタスポを使ってあげればかなり綺麗に塗れると思います。遠目に見るとこんな感じです。綺麗になりましたね。まあ、遠目に見ても綺麗なんですよね、他のスポンジでも正直。だけどまあ重要なのは塗ってる時ですよね。まあ、ここ塗れないやっていう部分がそのピタスポは少ないっていうのがかなり僕的におすすめのポイントですね。でピタスポのまあいいところをさっきからずっと言ってるんですが、まあ、頑丈なところですね。スポンジはこう2種類使われています。まあ、この塗布する方のスポンジ、こちらちょっと粗めで、まあ、細かすぎず粗すぎずの感じで塗布しやすいでボロボロにならないって言ったんですが、こういう2個重なってるものってこっからベロンって剥がれちゃったりするんですよ、ものによってはね。けどこのピタスポがこっから取れたことはほぼないですね。僕記憶ないですね。ちょっと一回引っ張ってみますね。ほらかなりの力で引っ張ってますよ。一回全力で引っ張ってみます。もしかしたら壊れるかも。ほらこれ一点集中でちょっと行ってみますか。ほらねじっても壊れないのよ。これがすごいよね。剥がすのが大変。ほんとつまんでこうやれば取れるけど、これもこれスポンジがちぎれてますね。このつなぎ目から取れたっていうよりかはスポンジ自体がちぎれるぐらいここかなり頑丈になってます。だいたいねこっから壊れるんですよ、こういうつながってるやつ。すごくないですか。これがピタスポの凄さになります。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらですね、ピタスポ、僕が過去に愛用していたピタスポが復活したということで、僕がなぜこれをおすすめするのかっていうピタスポのその特徴みたいなのを今回説明させていただきました。やっぱ使いやすいね、やっぱいいよピタスポっていうのが、まあ、正直な感想。復活してくれてめちゃめちゃ嬉しいです。まあ、タイヤワックスは特に選びません。まあ、何でもいいです。皆さんが使ってるタイヤワックスでピタスポを使って塗布するとかなり仕上がりが良くなります。で、まあ、僕だけちょっとこういう風に語ってしまったんですが、まあ、実際にねピタスポを愛用していた方だったり復活を待ち望んでた方はぜひコメント欄で、まあ、こういうところがいいんだっていうのをねちょっと語ってもらえればいいかなと思います。このねピタスポを使ったことない人に使ってもらいたいんですよ。使ったことある人はもうこの良さっていうのが分かってると思います。本当にいいんです。やっぱり何がいいかって言ったら、まあ、R になってる使いやすいとかもあるんですが、まあ、壊れないっていうのがすごくいいなと。そのね悪いところがね特に見当たんないんですよね。でこれ4つ入って1000円しないんでしょ。かなりコスパいいですよ。4つあれば十分だから、これ1セット買っておけばもう間違いないですし、今回タイヤワックス鬼黒ですね、ソフト99のやつは使わなかったんですが、あれもすごい使いやすいので、あそこの中にもピタスポ2個入ってます。なので前回の動画を見て鬼黒を気になっていた方はピタスポが入っている鬼黒を買うのもグーって感じですね。2個入ってればほんと十分かな。4つはねもうストックとして持っておくぐらいかなり耐久性も優れているので、コスパがめちゃめちゃいいと思います。なのでまあ気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。